はい、皆さんこんにちは。ピピン AP 生き物チャンネル、今回もですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、菌糸交換をしていこうかなと思います。何の菌糸交換をするかと言いますと、いきますよ、ダーリン、ギラファノコギリクワガタの菌糸瓶交換です。やばいな、顔の向きがやばい。今日変えようと思ってるのが、8頭ですね。8頭の、菌糸瓶を交換していきたいと思うんですけれども、これがですね、菌糸瓶とは思えないマットのね、あ、これマットみたいな、すいません、あの菌糸瓶の交換タイミングを、超絶ミスりました。なんでちょっとお見苦しいところもあるんですが、まあ心を広く持って見ていただければと思います。それでは行きましょう。はい、ではですね、まず1投目やっていきます。こんな感じですね。最終はですね、6月の16日の時に 19g、 頭の大きさが 13mm ですね。これは割といい方ですよ。白いとこあるし。よいしょ。あ！なんと。なんということでしょう。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。あれれれれ、さなぎになってる。ということで、これ放置ですね。はい、放置です。なんてこった。じゃあ気を取り直して、2匹目ですね。2匹目は、これね、4月です。でもこれ、ほら、すいません。じゃあちょっと開けてみましょうね。これはね、横から見、ああ幼虫だ。ちゃんとフンガフンガ言ってます。幼虫でよかったー。あ、出て、あ、意外とでかい。 16.2、 はい、出ました 43g。 ではこれは押すということで、これガラスですね。ね、ちょっとね、ギコ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 うるさいんで、うちはちょっと、ガラスの方にシフトしていこうかなと思います。はい、ではこんな感じで、これも同じ、さっきと同じ条件。幼虫だ。うぃー、 16.2、 ちょっと軽め 37g。 おい、これで2投目、3投目です。これちょっと嫌な予感がするんですよね。洋室かな。黄色いかな。 16.9、35g。 洋室かな。だとしたらマットのがいいのかな。マットないんだよな。いや、禁止だな。ほい、こんな感じで4投目。あ、ちっちゃいメスですね。 12.4、 重さは 16g。
はい、こんな感じで。はい、でですね、これがね、食痕がないんです。星になっちゃったかもしれない。ちょっと見てみましょう。まあね、ちっちゃいうちに、これはあれかな、一例で禁止に入れた記録になってるんで、巻かれてね、死んでしまう個体もいるんですよね。あ、いないな、うん、いないいないいないですね。では次ですね、これも同じです。いました、いたいた、ほいほい。16.6、はい、重さは 40g ですね。 40g ありましたか。はい、こんな感じ。はい、ではラスト、これも毎度同じ。はい、下の方にね、はい、出ました。お、割とでかいな、頭。と思ったら、いや、でかいな。こんな感じ。17.2。はい、重さは 38g です。こんな感じで。はい、ではですね、今日も、マット交換。マットじゃねえや。禁止交換、していきました。結果はですね、こんな感じです。ギラファノコギリクワガタ、全部で今回は、1匹が残念ながら、残念じゃないか、サナギになってました、コクーンになってましたんで、それはいいとして、7頭ですね。一番重かったのが 43g、 最後の7番目のこれが、38g で、頭の大きさが 17.2mm でしたね。一番頭の大きさでかかったですね。でね、ギラファの方はまだいますで、ちょっとね、溶出がね、顕著に現れてるのは今回 やってないです。なんでそれは多分メスです。前回にもね、上げてる動画がありますが、あれはほとんどがオスでしたね。大きいところに入れました。で、瓶もですね、ガラスの瓶にね、変えてますんで、ちょっと大きさ的に、容量的には小さくなってますけど、まあいいでしょう。はい、ではですね、今日はこんな感じで終わっていきたいなと思います。もしね、このギラファノコギリクワガタの先がね、ああこれちょっと気になるわっていう方はですね、ぜひチャンネル登録の方していただけるとありがたいと思います。これからもですね、まあいろんな虫ですね、カブトムシ、クワガタ、あと、まあ、変な生き物、いろいろありますんで、楽しみにしていただけたらなと思っていますんで、ぜひよかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、では今日はこの辺で、さようなら。